中核派、洞口智子、火炎瓶発言でドン引きされる。6月23日に放送された a b マ m a t v の THENIGHT にて、杉並区議になってしまった中核派の洞口智子さんが、火炎瓶は保管が効かないんで、作りだめするものではない、必要な時に作るものであると発言し、他の出演者がドン引きされておりました。こういった中核派の活動家をテレビに出すのは、 直ちにやめるべきでしょう。中核派は渋谷暴動事件において警察官を鉄パイプでリンチしガソリンを流し込んで火炎瓶を投げつけ殺害したという非常に凶悪な事件を引き起こし現在も全く反省しておりませんこういった放送を行うことでテロ集団である中核派の勢力が拡大してしまう可能性がございますマスコミは オウム真理教の事件で懲りたはずなのに忘れてしまったんでしょうかマスコミの皆様にはこれ以上中核化をテレビなどに出さないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました